今日は何の日ですか？今日はブートンパカちゃんの一年記念日だ。恥ずかしい恥ずかしい恥ずかしい。一年記念日だ。ちょっと恥ずかしいわ。なんかやばくない？フードこんな1年もな続くなんかほんまにタカちゃん初めてやもんな。ほんまに初めて。で今日はこの後あれやねんな、まあまあまあ記念日ディナーディナーに行くねんな。記念日ディナーに行くから、うん、まあまあタカちゃんに、まあ、1年記念日の、まあ、プレゼントプレゼントあのちょっと買いに行くのをちょっとついてきてもらおうかなと思って。あはいはいはい。なんかだいたい決まってんの？決まってるよ。まあだいたい金額とか言っちゃう？あ、金額とか言っちゃって、だいたい、まあ、3万円ぐらい3万円ぐらいで物は決まってる。まあ、それがあるかどうか分からんけど、それがなかったらちょっとまだまだみにも決めてもらおうかな。 あったらそれ買います。はいはい、って感じで、はい、あ、これサブちゃんです。ですよね、分かってますよ。はい、分かってますよ。せっかくね、買いに行くからサブちゃんとどこかなみたいな感じで、はいはいはい、みんなお祝いしてな、もっと1年記念日やからって感じで、大丸到着したんで入りまーす。あるやん。じゃあこの色で考えてていいけどさ、こっちがいいと思う。こっちかこっち。こっちの方がいいんちゃう？なあ。うん。まあ白に入るのは多分グリーンですよね。しかもさ、あのボッテガっぽいしね。緑の方が。グリーンにしよう。うん。え、いいと思う。うん。え、これいいやん。可愛い。じゃあこれグリーンにして。はい、グリーンで。ギフト放送でしょ。はい、ギフト放送で。さっきの品物を確認してるな。何？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 違う違う、いいなみたいな。でこんなんしていいな、できないのいいな。はい、ということで、まあ、さっきまでふーちゃんと一緒におって、ふーちゃんは夜ご飯ディナー行くからって言って、家に帰って、用意をしにね、おめかしをしに帰ったんですけど、なんでまなみが今、たかちゃんと一緒におるのかって、まあ、気になりますよね。今回、1年間ずっと付き合ってたふりをしてたドッキリをしていきまーす。だいぶえげつないと思うけど大丈夫これ。だいぶえげつない。いやマジでずっと待ってた。いつ1年経つんかな、まだかなって。いやちょっとこの企画結構えぐいと思う。えぐいよな。えぐい。笑えるかな。いやあのね、これ多分怒ると思う。いやブチギレやと思う。でもね、ちょっと反応気になるへん。いや気になる。でもめっちゃ楽しみにしてるから今日。ちょ、なんかちょっと待って、ちょっと待って、さっきまでノリノリやったやん。なんだ、ちょっと待って、いきなりさ、カメラ回ってしまう感じさ、なんか俺はやらされてるから、めっちゃ出すやん。いやなんか、こうちょっと待って待って待って、やるってなったらなぁなぁ、悪い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 。ちょっと楽しみや。そっちも楽しみやけど。いやんな、私にそうだったもん。だってここ来るまで。いや、まあまあまあ、なんかいきなりいきなりさ、めっちゃ楽しみするからふうみたいな。なんかやめてんだけど、やめて。まあ申し訳ない気持ちもめっちゃ笑って、それが一番悪い。マジで悪い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 。とりあえずね、まふちゃんがあと何分後ぐらいに来るんだろう。1時間後ぐらいか、1時間後ぐらいに来ると思うんで、入ってきた瞬間にもうまなみがたかちゃんと一緒におって、え、なんでおるのって、実は大丈夫？やばいな、想像してやばいな。実は1年間付き合った時してましたーみたいな。笑われんな。めっちゃ笑ってるけど。ちょ、マジでしょ、ほんまに性格悪いって。いや、まあやばいって。ドッキリやから。そうそう、ドッキリやからな。うん、はい、そんな感じでとりあえず、ふーちゃんを待っていこうと思います。もう着いたっぽい。ちょっと緊張すんな。緊張する。え、でも今ちょっと緊張してきたもん。やめとく。
ここまで、ここまで来たな、それ言っちゃおう、言っちゃおう。でも、もう着いたで、ほんまに。うん、入ってくんな、もうじゃあ。うん。じゃあもうこのままじゃあ、この感じで、ネタバラシ的な、していきますね。はい。びっくりした、びっくりした、びっくりした、びっくりした。今回ドッキリをしてました。今回ドッキリをしてました。1年間付き合ってたふりをしてたドッキリ。え、どうぞ。1年間付き合ってたふりをして抹茶。1年間付き合ってたふりをしてもらってました、たかちゃんに。もういいって。もういいって、それは。あれだ。え、信じてない。1年間ありがとうございました。ありがとうございました。いいっていいっていいって。ガチです。ちょ、マジやねんけど、マジやねん、ちょ、マジやねんけど。そういうことじゃなくて、そういうこと。1年間付き合ってたふりをしてもらってました。だからちょうど1年やんか。だからもうそろそろネタバラシしようかみたいな感じやな。そう、付き合ってたのがドッキリ。ドッキリ。意味が分からん、意味が分からん、どういうこと。ドッキリでした。分からん、声優ドッキリってこと。何、うん、だから付き合ってたっていうドッキリ。ありがとうございました。ありがとうございました。何何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 ゆうちゃんどう？うん、それは何笑ってんの？ほんまにやりすぎない。いや、泣くと思ってなかった。泣くと思ってなかった、ほんまに。ちょっと泣くと思ってなかったわ。ちなみにたかちゃんの名前もたかちゃんじゃないの、たかひろじゃないの。ちょっと待って、それやりすぎだな。ちょっと待って、意味が分からん。誰の、ちょっと待って、誰の、ちょ、誰の、ほんまに誰の。待って、怖い、ちょっと待って、どういうこと。待って、やってたよ。待って、どういうこと。ほんまに、たかひろじゃないんです、ごめんなさい。違います。私が決めました、名前。ほんまに言ってる、ほんまに言ってる。違います。誰でですか。ほんまよ、ほんまよ、言ってください。外してです。ドッキリでした。ほんまに長かった、マジで長かったよな。でもほんまにバレてんちゃうかな、ちょっと思ってたんや、まなみふうに。
全然分かってなかったってことやもんな。えぐいよな。えぐいですよね。ちょっとやりすぎだね。ちょっとじゃなくない。タカちゃんやりすぎだね。サック、ごめんなさい。サック、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 ちょっと待って待って待って、大丈夫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 、ちょっと待って待って待って、止めて、ちょっと待って、一回座りましょう。すいません。ちょっと一回座ってやるといいですか。ドッキリやから、これ一応1年間のドッキリやから最後締めないと。すいません。一回一回座って、こっち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 、大丈夫、大丈夫。じゃあ一回ドッキリ。とりあえずご飯食べよう。とりあえずご飯食べよう。怖い。怖い。ちょっとカメラだけここに置こうかな。みんなでさ、最後さ、食べようや。なあ。もうこれほんまに最後やからさ。マジで。飲み物ふうの頼んで、とりあえずじゃあ最後のご飯、はい、ほんまに最後やから、ありがとう、ほんまに。これ美味しかったですよ。はい、いただきます。しょうもんこれにつけてって言って、うん、美味しい、うん、うん、うん、いただきます。うん、うん、うん、え、どうやったこの1年間。うん、やっぱちょっとふうのが好きになりそうとかあったん、時もあったん。いや、割り切ってた、ちゃんと。まあまあまあ、ちょっとまあ揺らぐ時あったけど、うん、って感じかな。なんかある、これに。まあでも感謝はめっちゃしてる。ありがとうございました。ふうは、ふうはって、な、最後やでって。ありがとうございました。最後なんか言うことないもん。はい、ということで今回は。Ha ha ha!
見た。いや、もう止めてる。もう止めてる。ほんまにやるんだ。ほんまにやるんだ。やりそうやろ。やりそうやろ。ごめんな、じゃあ、マニちゃんで。ドッキリ。ドッキリ。ドッキリ。ね、1年間付き合ってるドッキリをされてるふりをと見せかけてのドッキリ知らん。ちょっと待って待って待って。1年間付き合ってるドッキリをされてるドッキリと見せかけてのドッキリみたいな。わけわからんくなる。ちょっと待って、結局付き合ってるごめん。もうちょっと大丈夫ちゃうねん。大丈夫ちゃうねん。ほんまにごめん。ほんまに大丈夫。ほんまにガチで怒ってたもんな。ガチで怒ってたもんな。怒る、絶対怒る。怒ると思って。でもごめんな。うちらさんに仲間。うちらさんに。違う違う違う。チームマリンパッパチーム。はい、ドッキリです。おめでとう、1年。そうやで、なんかさ、1年やねん。めっちゃすぐ食べるよ。やばな、お腹すいてた。ちょっとあれはあれあれ、今日なあれ買いに行ったよ。そう、だからさ、何どこ行ったん、何どこ行ったん。え、ちょっと待ってな。じゃあさ、結局さ、付き合ってるやんな。付き合ってるって。え、やんな。うん。え、じゃああんためっちゃ邪魔やん。え、そうやね、今日な邪魔。だから、今日はこの夜ご飯、今から、フーが好きなもん頼んでいいよ。うん。頼んで、まなみから、まなみから、二人にご馳走しますよ。え、ありがとう。いっぱいご飯頼んでください。いっぱい食べよう。いっぱい食べよう。はい。で、これな、フーがプレゼント高く。え、ガチ？はい。ごめん、なんかさっき。ごめん、なんかさっき。記念日やから。マジで。嬉しい。開けて。開けていい？いいよ。こんなん道に行ってた後にさ。そう、だから。上品だな。もう、まなみとも終わったなって思う。でも、そうやす。お前ら、まなみとも終わり。どんなことがあるの？うん、無理やで。え、開けていいのこれ。そんな。あ、いいの食べて。でも、何が一番な、グサってきたかな。いや、ドッキリの企画を言われた時って頭の整理が追いついてなかったよ、めっちゃ。名前やろ。違う。敬語使われた瞬間に、うん、うわってなった。1年間、ありがとうございました。ありがとうございました。いいっていいっていいって。ガチです。僕、敬語使われた瞬間、ほんまに分かる、この心臓のもう止まるみたいな、わかるってなった。はいはいはい。それがめっちゃ焦った。かわいい、なにこれ。エアポッツケース。嬉しい嬉しい嬉しい。今日持ってきてるやろ。持ってきてる、持ってきてる。つけてちょうどてケースの上部分なくなってて。彼女やのに知らんかったの。知らなかった。言うかな。そういうデザインやもん。お前取れてた。ちょ、上の蓋なくなってる。そんなこと。ああね。え、じゃあめっちゃいいプレゼントしたやん。嬉しい。まあ俺からのプレゼントは後で。はい。二人の時に。はい。はい、って感じで、今回は付き合ってるふりをしてると見せかけて付き合って。やつきでした。バイバーイ。ラブラブで1年おめでとう。ありがとう。これからもお前らよろしくな。チーム友達、チーム友達、チーム友達、チーム友達。ごめんな、友達ちゃうねん。Thank you.